そこ洋さんが降りてきて、ちょっと来いって言って食堂へ連れてかれてパンチを食らったわけさ。監督の2年間って、いやあれはもう悲劇だったな。人生もそう、野球もそう、行ってこいなんだよ。主役は長嶋茂雄と明子さんだから、バカ野郎、俺がお前主役だろ今日はって言ってんのに、新聞記者。堀内さんのユニフォームを着てる間のですね、巨人の野球人生を振り返っていただいて、喜怒哀楽で、まあ、分けて振り返っていただこうと思うんですね。まあ、喜びっていうのはいっぱいあったと思うんですよ。まずは開幕、新人の開幕13連勝。これが、まあ、その後抜かれたりはしましたけれども、もう何人にもわたっての。抜かれてないだろ。高校生はないだろうよ。高校生ね。いや、その普通の普段のやつは、大学生とかあれはいいよ。上原だって越してんだろ、19かないかな。そうですね、上原が。高校生の新人はないだろう、はいはいはい。失礼しました。いるわけねえじゃない。ノーヒットノーランと3連発の日。うん、あれもこう、もう。いや、これはね、うん、10月10日なのね。あ、はいはいはい。でこれもう優勝決まってんの、はい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 、巨人が優勝決まって日本シリーズのための調整をするんで、はいはいはい、この日に投げたの。いやだから10月10日ってのはもう、うんうん、本当優勝が決まった後の消化ゲームよ、はいはいはい、消化ゲームだったんだけども、日本シリーズのための調整で投げたの、で投げてったら1打席目ホームラン打ったもんで、はいはいはい、で2打席目ホームラン打ったで5回で大体終わりだったんだよ、はいはいはい、その2打席ホームラン打ってるから、よしもう一丁いけっつって、みんなそのまま投げさせたのよ。それで投げさせて3打席目もホームラン打って、って見たらノーヒットなんだよ。フォアボール3つか4つ出してんだよね。だから俺はほらそんな気は全くなかったし、いやホームラン打つのが楽しかったからそっちだけ気になってたわけよ。よしもう1本打ってやろうと思って4打席目行ったんだけど、真ん中から外側に流れるカーブ投げられてセンター前ヒット打ったんだよ。だから4-4だったのね。あれがインコースからもう1本ホームラン打てたんだけどな。なんてことやったのか、バカなことやってるよな。ファーボール初回あたりにも出して、初回に2つ出したんだよね。だからそんな気ないわけよ、俺は打つのが楽しいもの、ピッチャーでやっぱりホームラン打つってのはなかなかないし、まあ自分では自信はあったんだけどね、バッティング自体に。大谷もいるけれども、まあ、他にこんな選手見ないですよね。いや、まあピッチャーではいないんじゃない。いないです。いないよ、はい、日本シリーズでも、ね、いないよ。2打席連続ホームランってる、まあ、72年もその堀内恒雄にとって、お、これがだからキャリアハイよね。うん、これが俺のハイ、キャリアハイ、これはね、いろいろなものが重なったね。お、親父の病気が一つ、おそれと、それでたまたま親父ががんだって言われて、余命1年って言われてたもんだから、よーしと思って、この年だけ本当真面目にキャンプやったよ。俺18年 やったけど、キャンプやって真面目にやったのこの年が一番真面目にやったんじゃないかな。お父さんの言われたのはいつ頃だったんですか。いやだから2月か何かに手術したんだよ。でそれで手術は成功したんだよ、はい、だけどここの食道が逆性流なんとか胃炎つって胃がんだったんだね。だ胃はうまく取ったんだけどね、でこう食道にまで行っちゃってたらしいんだよ。それをだから2月に聞いたから、よしこれはなんとか親父が生きてるし、なんとかいい思いさせなきゃいけないなと思ってやって、キャンプからもうほんと必死になってやったんだ。そうしたら玉川でオープン戦の間で、玉川で練習やってる時に、昔はオープン戦っていうと投げたら帰ってきちゃうのよ、はい、そのまま帯同してないの、はい、ピッチャーはもう投げたら帰ってくる、投げたら帰ってくる、っていう感じで玉川で練習してたのね、でその時に藤田さんがたまたま残ってて、堀お前もう開幕も近くなってきたことだし、今日アウトコースの低め20球投げたら終わっていいよっていうわけ、簡単だなと思って投げたら100球以上かかったんだよ。うん、それでくそーと思って次の日にもう一回やらせてくれた、いやもう今日は
あの開幕近いしあれだから10球でいいぞ今度はって言うから、そうしたら今度は10球投げたら20球ぐらいで終わったんだよ、はい、そこでボール、そのボールの棒からキャッチャーミットの間にラインが見えたと、鉄道の、うん、あの レールみたいのが見えて、そこにボールを置けばアウトコース低めピョッピョッていくようになった。それがあったのよ。それだったらこのもう、これで7年目か8年目なんだよ。7年目かな。そうですね、うん、7年目であんまりその、その球がやたら速くなったわけじゃない、カーブが切れるわけ、ただ一つだけ2年間寝かしてたチェンジアップが使えるようになった。だからあれなのよ、結局あれよ、よく今の子たちはその新しいボール誰かに教わってすぐ投げる、嘘だよあんなこと、ありえない。俺2年寝かしたもん、アメリカで教わってきて、それをなあの練習の時には投げてんだけども試合には使えなかった。たまたまこの前の71年の日本シリーズで使ったのよ1回だけ。そしたらそれが使えるあれが目処が当たって次の年に入った。そしたらそれちょっと球の種類が増えたわけやんか。うん、それもあると思う。だからいろいろなものが重なって俺は26勝ったんじゃないかなと思うんだな。シーズンも MVP。 いやだから日本シリーズはね、日本シリーズはこれが最初の MVP よ、シリーズがね、はい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 、でこれが誇れるのはシーズンの最高殊勲選手、はい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 、これも王さんと長嶋さんが交互に取ってたんだよね、はい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 、だから VQ の中で ON 以外で最高殊勲選手取れたら俺だけだよ、はいはい、だから価値が違うんだよ言っとくけどその今で言う選手たちが MVP 取ったとかなんとかって言うだろ、いろいろいるよね俺らの後から取った人、内容が違うって、あの ON の差しを置いてやで、最高殊勲選手のシーズンの最高殊勲が取れるってのはほらあれありませんよ、考えられないじゃん。応援打って必ず3割打って30本以上のホームラン打って100打点以上上げるわけでしょ。でこの年だって王さん2冠王だよ確か、ホームランと打点王じゃなかったかな。で俺は最多勝でしょ、勝率でしょ、そういうのがあったからもうあったし、だからそういう面ではよく取れたなっていう感じよ。でも誇れるよこの MVP は。あの日本シリーズのこの年の NBA ってのはその勢いそのまんまだよ、はいはいはい、うん、全然負けるしないし、うん、日本シリーズでのホームランっていうのもすごい、まあ他にも打ってる選手はいますけれども、あたまにね日本は打てないでしょ、ね、はいはい、よく覚えてるだろ。いやそうですね、昨日のように覚えてる、あそういう時は、うん、悪い時は覚えてないけど、えお父さん亡くなったのが何月でしょう。誰、お父さん。親父1月だ、16日だって。俺の誕生日に死んでんだよ。だから俺の誕生日今年もあんまりなかったんだ、日を変えてやってくれてんだよ、あ孫たちが。ああそうするとそっか、話戻っちゃうけど、お父さんの病気分かって1年持たない感じ。ちょうど1年だった、1年ちょっと、1年弱かな。2月に分かって1月にもらってるからな。なんかこう言って失礼なんですけど、堀さんがあの今年だけはしゃくり気になってやったなんて、そういうの初めて聞くような気がする。初めてだと思うよ俺もだってそんなにキャンプで一生懸命やったことないもん。うん、このその72年のキャリアハイの時はね、そうやってお父さんへの思いっていうのが、うん、まあ、実を結んだと言えるんでしょうけど、73年のその最後の日本シリーズの活躍って、うん、それはもうあれしかないっていうか、シーズンが良くなかったから、はいはい、だから誰も信用してなかったのよ、首脳陣は。だから堀内は使えねえなんて言ってて言ったんだけど、うんうんうん、野村さんがそのシーズン終わったシリーズが終わった後に死に馬に蹴られたって言うんだよ、はいはいはい、全然マークしてなかったって言うんだよ、堀内の話もなかったって言ってたな。この前江本と話してたらそんな話してたの。そしたら談話見たら死に馬に蹴られたって、バカ野郎っつうんだよな、フルセンターおっさんが後ろでな、バントのシチュエーションだったんだよ、はいはい、バントのシチュエーションだったのに、はいはい、野村さんが後ろで「堀バントやろ」って言うからさ「いやバントじゃないですよ、
バントやろ、だってこのあれは巨人バントやないかって言うから、あのまっすぐ来たらホームラン打ちますよっつって、そしたら本当にまっすぐ来たんだよ。でホームラン打ったんだよ、うん、でまた次は今度は一塁塁だったんだよ。で今度はバントやろ、ワンアウトだから、もうでも一三二三塁に送ってバントやろって言ったから、いやまた違いますよ、出てませんよっつって、今度また来たらまた打ちますよホームランを、でまた来たんだよ、でまたホームラン打っちゃったんだよ。だから死に馬に蹴られたんです、うん、だその前の試合だってセンター前で決勝だから、2戦目な、はいはいはい、でそれで堀内君生き返っちゃったわけよ、うん、だってこのシリーズしかないじゃん、シーズン悪いのに給料下がるの分かってんだからさ、はあ、なんとか、うん、はあ、なんとかこのシリーズで持ち直してごまかしちゃおうという感じだよな。うん、なるほど。だから面白い、日本シリーズで活躍するって、あなた俺短期決戦が好きなんだよ、長いのめんどくせえんだよもう、うん、腹が立ったとか、いや腹が立ったとか何回かありますよ、はい、ああ、これはだから一番聞きたいのは王さんなのかですね。いや王さんのあれもな、あれはだからあれじゃないのかな、あれ2年目か3年目だろ、あれ68年6月です。6月だろ、はい、でこれもね2年目に腰痛めてね、はい、でまた後半だけ出てきて、オールスター後に出てきて12勝ってんだよ、はい、で2年間で 4敗しかしてないピッチャーだよ、はい、プロ野球で2年間で4敗の人しかしないピッチャーなんていないんじゃない、はい、だからそれはね有頂天になりますよ、うんうん、でそういうのもあったんじゃないのかな、それでたまたま名古屋でね、いやもう門限は10時なんで、もう門限には帰ってきてるわ、で調理場のところでおばちゃんのところで電話を借りて、二人部屋だったから、あの電話を借りて電話したの家にね、で家に電話してたら床屋さんが降りてきて、ちょっと来いって言って食堂に連れてかれてパンチを食らったわけさ、はい、うん、でも本当その時殴りかかろうと思ったよ、はあ、何のためになんで、でまあ、その時は生意気だとか何とかなんてことは分かってないから、なんで殴られなきゃいかんのか理由もなくという感じだよな、うん、それでかかろうと思ったら王さんも涙流したんだよ、うん、涙ポロポロっとしながら殴ったわけよ、だからあ今殴っちゃいけねえと思って返しちゃいけねえと思って殴り返さなかったんだけど、飛びかかんなかったんだけどね、うん、まあ今になってみりゃ俺は王さんだっていたたまれずやったんじゃないかなと思うんだよ、なぜかっていうそういうやっぱり生意気だかりの時で成績も上がってるからね、妬むやつがいるのよチームの中にも、王さんの本意じゃないと思うよ、じゃあいずれはいつかはやらなきゃいけないってのはあるんじゃない、昔の野球だから、まあそんなこと今やったら大変だよ、でもまあああいうことでまあその時は腹は立ったけど、今になってみれば王さんもなかなか言わなかったでしょ、これ言わなかったって後日ね、うん、あのね、うん、5年ぐらい前だろ、王さんやったよって言ったらしいよ、どっかで、うん、俺殴ったよって初めて言ったらしいよ、あの人そういうこと言う人やないじゃん、で 俺もそれを喋らなかった、だどっから漏れてる王さんの今しめが、いやだから今になればそういうふうに思うだろうけど、若い時は分からん、なこった。だから今になれば、ああそうか、こういう時あったかなっていう、うん、あれがまた良かったのかなっていうふうにも思えるようになった。だからそれはなぜかって結果が出てるからよ。結果が出てなくて、あれで沈んで落っこって何もなかったら、あの野郎と思うじゃないか、みんな。なあ。だから王さんも救われたし、俺も救われたっていうんじゃないのかな。他に腹が立ったり、うん、いやあるよ、たくさんあるよ、それはあるでしょうね、俺ね一番腹だったらね、藤田監督の時に俺プレインコーチだったんだよ、はい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 、神宮で当てに馬に使われたんだよ、あ俺これは腹だったね、俺も荷物まとめて帰るって言ったんだから、俺一言もないの、あ何にも言わずに当て馬使ったのよ、だって200勝ってるピッチャーだよ、そのねプライドをね、うん、
ズタズタにする。まあ藤田さんは俺のお師匠さんだからな、うん、そういう面じゃ甘えがあってやったのかもしれないけど、うん、俺はね冗談じゃないよね、うん、俺悪いけど藤田さんより勝ってるから、うん、だけどまあ俺のお師匠さんだからね、うん、そのくらいのことでも一言言ってくれりゃいいじゃん。あ今日悪いな俺一応おい当て馬で使うぞって言ってくれりゃいいの、うん、知らなくて俺ポッと見たら俺が当て馬になってるじゃん。これでもそのまま俺ユニフォーム着替えて帰ろうとしたんだ。7番レフト堀内とかなんか覚えてません？そうそうあれんだよ、うん、なんか戦列に覚えてるとかそんなことはないですか？その何番何々いやなの熱くなって覚えてないやんのそうっすか。いやどっかで、ね、野手だよ野手、うん、野手のところに使ってほんとらもう出られないからね。おいおいおい、うん、だからもうブルペンやるしかないや、はい、ブルペンはいいねコーチだから、はいはい、ブレインコーチで両方で入ってるからね、はいはい、でもねやっぱりね俺もやらなかった。俺はそんなことやらなかったけどやっぱり実績あるピッチャーをね、うんうんうん、当て馬に使うってことはね、うんうん、よほどのことなんじゃ使わないよね、うんうんうん、俺今それはもう藤田さん亡くなっちゃったら聞けないけどね、うんうん、一回聞いてみようと思ったんだけど、うん、亡くなっちゃったからねあれなんだけど。悲しいこともいろいろあったと思うんですよね。悲しいっていうのかな、うん、辛いというか。うちは辛かったの2年目ですよ。2年目2年目よ、うん、背番号が21から18になって、すごい腰痛めちゃった、それで半年間球が、はい、オールスターまで、はい、球がですよ。この時はもうしんどかったんで投げれないんだ。グラウンド行くより吉田先生とか帰ってたのが多いんだから、うん。その年はその後ちゃんとカムバックできてるじゃないですか。いやだからそれは痛みが取れるから少し、うんうんうん、だから吉田のとこ行ったら亀裂骨折が入ってると、それを少し痛骨折のところだけ治せばあとはこのままやれってこのまま腹筋背筋やってコルセットの代わりをして下差し合えて筋肉で、うん、で1日500回ぐらいやったんだ腹筋を、腹筋背筋を。それで筋肉ができてきて局部をその固めちゃって痛みが取れたからその後半出てこれたんだ。だからこの時ですよあの生意気盛りでほら勝ってるからなんだかんだ言われて悪太郎だとかなんとか言われたのはこの時だから。前半勝って出てこれないんだから、はいはいはい、はい、だからその時に18番の重みっちのわかるわけよ。21だったらなんでもないんだよ。1年目勝ってで2年目出てこないから周りもあの惚れ見た子とかみたいな感じで、そうそう惚れ見た子みたいな名前が、そうね、うん、それであだ名をつけられて、うん、でも再起不能だろうなって言われてね。あ今でこそでも芥太郎気に入ってるじゃないですか。でしょうがないじゃねえかよ、もう変わらんじゃん。その時はやっぱりこの野郎ですか。いやこの野郎だから言っててみろと、うん、正規打者はこんなこと言えないから、うん、勝ってる時って言わないんだよ、うんうん、マスコミって、はいはいはい、そうじゃん。だって1年目勝ってんだ、はいはい、で2年目に腰で痛めて、うん、半年間いる間にこういうことつけといて、うんうんうん、出てくりゃまただから、うん、で今度出てきたって今度の芥太郎の使い方違うもの、うん、ざまみろじゃないから、うん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 、監督の2年間いやあれはもう悲劇だったな , 笑っちゃいけないんですけど、いやいやいや、やっぱりね人生何でもそうだけどね、人生もそう野球もそう行ってこいなんだよ。どっちだけが良くてどっちだけが悪いなんてことはないの。大体いいとと悪い時は行ってこいなんだよ。人生もそうだと思うよ。野球も俺の時は現役の選手現役の時にもう本当に王道を歩いてきたから本当に野球にはついてたって言われるような、だけどやっぱり1年王さんの時のコーチとか、まあ、長嶋さんのコーチの時はそんなになかったんだけど、うん、監督の時にやっぱりマイナスだったでしょ、うん、でそれ見るとやっぱり俺の野球人生はそのコーチの時の王さんの時と、うん、プレーンコーチの時の藤田の3年間と王さんの2年間、うん、5年間と監督の2年間、うん、7年間不幸だったんだよ、うん、で11年がプラスだったんだ、うん、そうと18年だろ、うん、監督の2年間をなかなか
振り返るチャンスも求められることもあんまりなかったと思うんですけど。いや求められるし聞いたってしょうがないんじゃないの。2年間ぐらいしかやってないんだから。何が悲劇でしたか。いや選手だよ、うん、監督なんて、うん、選手がいやこんなおいしいことはないよ、うん、戦力ですよね。戦力よ、うん、俺の時4番バッターばっかだもん、うん、野球にならんのやから、うん、いやホームランは確かに打ってたよ、打ってたけど待ってるだけだ。それも去年の巨人と一緒で、ソロホームランばっかりだから判断者もいるしね、誰とは言わんけど。あ、まあ、まあでもまあ2年勝てなかったけども、まあやったことは無駄じゃなかったね、うん、人生の中ではね、うん、と思えばいいんじゃないの、うんうん、自分の野球にはとんでもない手にもどこにも触らないぐらいひどかったよ、うん、自分の野球なんかできなかった全然、うんうん、だからいい時に監督ってやらなきゃダメ、うんうん、あの球団が言うことを聞いてくれる時ってあるのよ、うん、頼まれた時、はいはい、楽しかったっていうのはなんかなんていうんですかね、プレーとかそういうこと以外にもいろいろあったでしょ。何楽しい、どういうことよ。例えば、例えばミスターとの、結婚式の話とか。 あれはね本当は川上さんやる予定だったんだよ、はいはいはい、あれはねうちの高校時代の菅沼さんって監督とね、川上さんがその話をしてね、オフにゴルフやったと思うんだよね。あの俺が入る時もゴルフやってんだよ、それで入ってからも何回かゴルフやってんだよ、で川上さん一回も勝てなかったとは言ったけどね、でその時にね確かね俺が結婚する時に親父の具合があった時だったんだよ、うん、で本当はそのオフにやろうと思ったんだけど、その結婚を婚約して1年延ばしたんだよ、具合悪いからって。それで川上さんが1年延ばしますって言ったら、分かったいいよやるから、俺がやるからって言ってたんだよ、うん、でそれをたまたま北陸衛星、富山、金沢、福井っていう北陸三県でやる衛星があるんだよ、そこで富山で高橋和美さんとかみんな打たれたんだよ、はい、ボコボコに、はい、でそこから東京へ返されたんだよ昔、はいはいはい、それで次の試合金沢でやった時また俺が打たれたんだよ、はいはいはい、それでその金沢から福井へ移動する電車の中で川上さんがトイレ行って帰りに、堀内お前の仲人やめたっつうんだよね、うん、それで終わりだからね。直接そうだ、歩いてきた、うん、通路だよ、通路で俺が座ってたら立ち止まって、それで終わりだよ。でそれを俺が高校の監督のところに電話したら、ふざけんなっつって電話したんだ川上さんに直接。で川上さんがやらねえ、あんたがやらないやってるやるって言ったから頼んだんだ、そんなんじゃお前子供の使いじゃないんだよっつって言われて言ったらしいよ、うちの親父、うん、でもしあんたがやらないんだったら長島鬼とかどっちかにやらせろっつって言ったらしいよ、うん、はいはいはい、そしたら川上さんが長島さんの子電話したんだよ、先輩だから、王さんと、王さんか長島さんの先輩だから、はいはいはい、先に電話したのよ、うん、そしたら長島さんはあの調子で、うん、あ、いいですよって言ってくれたのって。あ、でも川上さんが電話したんですか。そうだよ、直接。そうだよ、菅沼、うん、さん知らないもん、川上さんは。でもあれですか、もう辞めたっていうのはそれこそもう打たれたことが不愉快でっていう。いや、じゃないの、それしかないじゃん。想像するとですね、理由まで言われないんでしょ。言わない、言わない。で辞めたって言われて、うん、それで終わったから甲府に電話したら、菅沼の親父がえらい怒って直前電話したんだ。あ、じゃあ川上さんとしてもその取り持ちはやってくださったんですね。いや、だからそこまではやる、ね、責任だろうよ。はいはい、はい、そりゃそうですよ。ほらそうだよ、嫌だっつって断ってそれで終わりじゃないんだから。でもあの おかげでちょっと失礼ですけど、あの楽しい結婚式だったんでしょ。いや、楽しくなかったな。だって主役俺じゃねえんだから。
主役は長嶋茂雄と明子さんだから、だってお前記者会見やってやるのに2人だけだから質問してんの、バカ野郎、俺だし俺がお前主役だろ今日はって言ってんのに、新聞記者聞かないんだよ。長嶋さんだって初めての仲王だから、はい、初めてで最後じゃない、野球選手やってないから、はいはい、そのでも結婚式、いや楽しかったよ、楽しかったんでしょ、いやうまいんだあの人の読み方が、あの仲王とのご挨拶あるじゃんか、あれやっぱり物を持って喋るんだけど、強弱がつくんだよあの人の前、あの人だからどっちかっていうとあの俳優でも大成したのか、うまいんだこの言葉の大きさ、こと声の大きさのトーンってのかな、うまくやるんだあの人本当に。ミスターからはそのなんていうんですか、プライベートのお付き合いって言ったらおかしいですね。ああもうね、よくしてくれるよ、よくしてくれたよ、あの前兆夫の家にも何回も行ってるし、こっちの上北沢にも家があったんだよ、でバカなセントバーナードがいてよ、泥棒入って撫でられて吠えなかったっつうんだよ。だって長嶋さんに指示、前兆夫じゃなくてこっちに住んだことあるんだよ、上北沢に、そこのすぐ甲州街道入ったとこで、そこの家にヨーロッパ行くっつうんでな、長嶋さんが「おい堀、俺うちに来いよ」って何ですかったら、お前コートと靴と靴とあれを買っといたからって言うわけよ。でそれの俺のために買っといてくれたんじゃない、ハーフコートと靴と。それで家に持ち来いって言って連れて行ってくれて、家に行ったらすんげえんだ衣装だけでダーンってあるんだ、どれでもいいから持ってけっつう。俺長嶋さんとこの上着も一緒なんだよ、靴も一緒なの、26号半で、はいはいはい、だから全部合うのよ、だから飾ってるやつを持ってきつんだよ、それでまたあの人の場合同じものが3つか4つあんだよ、だからそんなもん持ってきたって分からんねん、うん、だってその後だって長嶋って書いてある、ここに長嶋って書いてる背びれもらってる、いいよこれも着てけえなっつって、まあそういう人よ。であれだよ、もっと面白かったな、俺が監督で1年1回目の監督の時に長嶋さんに、長嶋さんどっかで行き合った時、いやーいいの着てるなーなんて言ったらさ、1年間忘れててさ、1年経った1年後にな、 10着ぐらい持ってきたよ、買って、おい堀内ボーンとくれるのよ、何ですかって、お前が言ったら俺の着るものがいいとかなんとかって欲しいって言うから買ってきてやったぞっつって、10着だよお前、あの人金の計算できないんだろうな。セビシャツ、シャツ、シャツ、ゴルフシャツ、ゴルフシャツ、高いやつお前、え同じもの 10枚、違う色違いとか、色違いみたいなやつで、まあ、あの人の気に入ったもんだろうな、どっかプリンスホテルの下にあったんだよなあの人の買うとこな、そこから買ってきてくれよ、結構長嶋さんのもあるよ、もういいんじゃないかな、もうね僕はお腹いっぱいなんだけどもういっぱい育ってお前な、もうねそういう感じだった、ただ